肩の怪我や痛みを避ける、まあ、怪我のリスクを軽減しながら痛みの出る動きも避けることができるランドマインでの肩のトレーニングを紹介していきます。ランドマインはいろいろ利点があって、まあ、今言ったように怪我のリスクを避けることができるのと、あとユニラテラルでの動作になるんで、まあ、片側ずつの動作になるんで左右差の解消に役立ったり、あと片側に重量が傾くことになるんでまっすぐ保つためにコアもしっかり働かせることになります。さまざまな利点があるんでぜひ、まあ、怪我の不安がある方はちょっと一緒にやってみてください。まあ、ランドマイン専用の器具がない人は部屋の隅とかでバーを固定して、まあ、その際床や壁が傷つかないようにマットなどを敷いてやるといいと思います。最初はランドマインのショルダープレスからやっていきます。
ランドマインであれば肩の怪我や痛みの出るリスクを減らすことができるので、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。